二手に分かれて行動しよう。イリアスが給料を取りに行っている間、君たちは俺と来て資料を調べてくれ。終わり次第ここで集合し、ガンダルバー村へ向かう。わかった。ありがとう。気を楽にするといい。緊張したところで何も意味はない。わかった。もう準備はできているんだ。過去にしたことが何であれ、それに向き合うつもりだ。そして、シラージについても何とか思い出して、すべてにケリをつける。その言葉を忘れないことだ。では、また後で。ここ数年の重要な資料は全てここにあるはずだ。何でもない。イリアスの資料を見つけた。下で集まろう。僕は何をしたんだ。資料によると、君はかつて勇気と正義感によって教令員から表彰され、英雄のような待遇を得ていたとある。僕が？ああ。
君の指導教員が学術的評説をしていて、それを君が告発したようだ。調査によって君の告発した内容が証明され、指導教員はマハマトラに捕まった。この件は当初、それなりに騒ぎになったらしく、教令員は君を表彰。どうした？何か思い出したか？いや、ただ、頭がすごく痛い。まるで割れるようだ。そんなことを僕が？でも、どうして？ひとまず放っておこう。シラージの件と直接的な関係はなさそうだ。こんなことで頭脳にダメージを負う必要はない。すまない。本来聞いて嬉しくなることのはずなのに、体が本能的に拒んでいるようだ。無理やり思い出そうとすると感覚がなくなるほどの痛みがする。ならば順を追ってことを進めよう。記憶を取り戻すのは元より苦しいことなんだ。特に思い出したくないようなものならなおさらな。君がやるべきだと思うことをやるといい。ありがとう。どうして君がそんなに確信を持てるのかわからないけど、少しは自信が出てきたよ。じゃあ次はガンダルバー村に行って給料をイリアスの妹に渡せばいいんだよな。出発だ。多分この近くだ。確か次の道はこっちだったか。イリアス？いきなり帰ってきてどうしたんだ？父さん。何でもない。ただ様子を見に来たんだ。本当に何もないのね。またいじめられてない？隠さず私たちに言ってちょうだい。イリアス、どうしたの？大丈夫。ちょっと頭が痛くて。よく寝られなかったからかも。ああ、だからあの時、一時的な感情で動いてはならんと言ったんだ。結局、あんな騒ぎにまでなって、教令院での生活も良くないんだろ？脅迫の手紙が家にまで届いている。そっちでも色々と苦労してるだろう。どうしても嫌なら、教令院を辞めて帰ってきてもいいのよ。本当に大丈夫。少し休めば良くなるよ。イリアス、記憶喪失のことを知られたくないみたいだな。まあまあ、お父さんもお母さんもその辺にしてあげて。お兄ちゃんはもともと頭痛持ちなんだし、話は今度でもいいでしょ。お兄ちゃん、
場所を変えて話そう。お兄ちゃん、頭が痛いの、ちょっとは良くなった？だいぶ良くなったよ。そうだ、今月の給料をもらってきたんだ。家の方は最近どうだ？順調だよ。でも、みんなお兄ちゃんを心配してる。お父さんとお母さんの口うるさいところは許してあげて。本当はみんな、あの時お兄ちゃんは正しいことをしたって知ってるから。ただあれからお兄ちゃんの良くない噂がたくさん流れちゃって、家にまで脅迫の手紙が届いたの。お父さんたちからしたら、多分お兄ちゃんにもっと周りに溶け込んでほしいのかも。溶け込む？そう。あれ？もしかして覚えてない？あの時からお兄ちゃんは。お兄ちゃん、どうしたの？ああ、そうだったのか。思い出したよ。大丈夫、もう全部思い出したんだ。今日のお兄ちゃん、なんか変だよ。とにかく、お兄ちゃんがしたかったことは理解してるよ。でも、私もお父さんとお母さんと同じように、お兄ちゃんにはもっと楽しく暮らしてほしいって思ってるの。お兄ちゃんが英雄かどうかなんて気にしない。もっと気楽に生きてほしい。ただ、それだけ。君のその理解は、彼をだいぶ楽にしてやれるだろう。本当？それならいいんだけど。あなたはお兄ちゃんのお友達？俺よりも、この二人の方が友達という言葉にふさわしいだろう。俺の名はアルハイゼン。彼らは旅人とパイモンだ。あ、確かに誰かから聞いたような。でも、お兄ちゃんにお友達がいるって分かってほっとしたよ。一緒にお家でご飯でもどう？ちょうど食材を買いすぎちゃったの。悪い、まだ他の用事があるんだ。そっか、残念。じゃあ私は先に行くね。お兄ちゃん、自分を大事にね。安心してくれ、もうみんなを心配させるようなことはしない。思い出したのか？ああ、思い出したよ。さっきはありがとう。なんだかあなたもそこまで嫌われるほどの人じゃないように思えてきたよ。感謝している時に口に出す言葉には思えないな。すまない、僕は心からそう思ったんだ。前に酒場の入り口で以前に会ったことはないかと聞いただろ。あなたに会った時、懐かしい感覚を覚えたって言ったけど、実はあれは嫌な感じだったんだ。嫌な感じ？そうだ。でも接してみると、実はそこまで嫌な人ではないんじゃないかと気づいた。おかしいな、どうして当時はあんな風に考えていたんだろう。俺は他人の考えることをあまり気にしないが、それこそが自分の長所だと思っている。君も人付き合い程度で気をもまなくて済むよう、俺のように泰然としているべきだ。うん、僕もあなたのような考え方ができればよかったんだけどね。それはそうと、シラージが実験をやっている洞窟がどこにあるかも思い出したよ。そこに連れて行こう。本当か？やったぜ。でも確かやるべきことは二つあるんだよな。まだ一つしかやってないぞ。もう一つはどうするんだ？やらないのか？物事には優先順位がある。必ずやシラージがハイブマインドを完成させる前に止めなくてはならない。さもないと取り返しがつかなくなるからね。それもそうだな。じゃあ今すぐ出発しようぜ。
ここだ。確かに見つかりにくい場所だな。でも怖くなんかないぞ。入ってみようぜ。